오늘 뭐 근데 너무 힘드네. ファンの皆様、どうぞウィナーズサークルにご注目ください。ただいまからメインレースダイヤレート記念の表彰式を行います。優勝はクリストライト号の皆様、表彰台に到着になられました。どうぞ大丈夫お願いします。大きな拍手をお送りください。それでは優勝されました武豊騎手に話を伺います。ありがとうございます。ありがとうございます。3連覇ありましたね。そうですね、非常に強かったですね。今日道中の手応え、雰囲気どうだったでしょう。本当に状態の良さが伝わってきたので、道中もいい感じにさせてましたし、今日は武さんのお誕生日だそうで、それでおめでとうございます。さてキモいわ。今年で2番になりましたフリートライト、この後もまだまだ頑張りそうですね。そうですね、本当に、このレースというか船橋がほど好きなのか、いつもいい結果出してくれるので安心しています。では最後にファンの皆様に一言お願いします。まだまだ活躍できるなと思いますので、また応援よろしくお願いします。ありがとうございました。武豊騎手にお話を伺いました。それでは表彰に移ります。改めて優勝はクリストライト号の関係者の皆様をご紹介いたします。馬主有限会社ダルトバーン様、発表されました武豊騎手、管理をされます音無秀隆調教師、そして長野健一調教助手、ピアニュース研究員、生産者はノーザンファーム様、ノーザンファーム様です。毎度皆様大きな拍手をお願いいたします。まずは農林水産大臣賞です。農林水産省競馬監督課星田課長より馬主様に賞状、賞杯、メダルが贈られます。おめでとうございます。馬主有限会社キャロットファーム様に賞状、続いて賞杯、メダルが贈られます。おめでとうございます。続いて JRA 日本中央競馬会理事長賞です。星野中山競馬副賞賞より馬主様に賞状、そして目録が贈られます。おめでとうございます。続いて日本馬主協会連合会長奨励賞です。本日は大分県千葉県競馬組合岩沢開催副委員長より馬主様に賞状、賞金が贈られます。おめでとうございます。続いて賞金でございます。おめでとうございます。続いて日本地方競馬馬主振興協会会長賞です。千葉県馬主会津山会長より馬主様に賞状、賞金が贈られます。おめでとうございます。続いて賞金の中でございます。おめでとうございます。続きまして NAR 地方競馬全国協会理事長賞です。地方競馬全国協会次の幹事より馬主様に賞状、トロフィーが贈られます。おめでとうございます。おめでとうございます。続いて船橋競馬開催実務委員長賞です。千葉県競馬組合岩沢開催実務委員長よりまずは馬主様に賞状、そして各区が贈られます。おめでとうございます。続いて各区の中でございます。おめでとうございます。続いて武豊騎手に賞金が贈られます。おめでとうございます。続いて音無秀隆調教師に賞金が贈られます。おめでとうございます。続いて長野健一調教師に賞金が贈られます。おめでとうございます。続いて平井隆之球部員に賞金が贈られます。おめでとうございます。続いて千葉県競馬組合管理者賞です。
千葉県競馬組合岩沢解説委員長より生産者ゴーダンカーム様に目録が贈られます。おめでとうございます。続いて花束の贈呈です。本日トークショーにご出演いただきました津田まりなさんから関係者の皆様に花束が贈られます。まずは株式郵便会社シャルロットカーム様です。おめでとうございます。続いて武豊騎手に花束が贈られます。おめでとうございます。続いて大人秀隆商業士に津田まりなさんから花束が贈られます。おめでとうございます。続いて正野健一調教師に花束が贈られます。おめでとうございます。続いて平井雄一球部員に花束が贈られます。おめでとうございます。最後に生産者モーターカーン様に花束が贈られます。おめでとうございます。ファンの皆様に今一度大きな拍手をお願いいたします。以上をもちまして本日のメインレースで同一スタンダイズ賞典第62回大学駅伝の表彰式を終了いたします。ファンの皆様ご声援誠にありがとうございました。どうぞご覧の最終レースでお楽しみください。